コンになってまして、まあ、剛性が必要なこの足の部分っていうのはマグネシウムで、でも残り半分の方が CI4 だと思います。のバンキッシュなんですけれど、はい、あのまあこのような部品構成になってますよというのをちょっとお見せしております。これ全部バンキッシュのバラした状態、はい、そうですね、いわゆる大物部品と呼ばれるスプール、ローター、はい、そしてボディないしこのサイドカバーと呼んでる部品ですね、はい、でまずちょっと1個見ていただいたところというのがこの部品ですね。この部品がきっちりとこう金属でできているというのがポイントなんですよ、はい、でこれはマグネシウムでできている部材でして、このリールの足と呼ばれる部品が、はい、やっぱりこのカーボン材料で使われているとやっぱりこう剛性が落ちる部分があるんですね。たわみになります。なんで大きい魚かけてグリグリ巻いてくると、はい、どうしてもこうたわんでしまう部分があるんですけど、はい、今回のバンキッシュでしたらこれマグネシウム金属でできているのでしっかりします。なんでグリグリ巻いてもたわまないです、ほとんど。なんで、まあ、軽くてもすごく強いリールということになってるっていうのをちょっとこうお見せするディスプレイになってます。去年ステラが出て今年バンキッシュなんで、ここら辺の買い分けというか、はい、どこら辺で選んでいけばこの後いいのかな、はい、一番は巻いた時の巻き心地の好みでやってます、はい、ステラっていうのはやっぱりこう巻いた時にしっとり感っていうんですかね、ちょっと重ためのローターをあえて使うことによって、はい、巻いた時にちょっとこうしっとりする巻き心地になってます、はい、なんでスカッとするフィーリングではないんですけれど、はい、逆にそれは高級感になります、はい、でまたステラの良さっていうのはフルメタルボディになってますので、まあ、この辺のローターだったりボディだったりその辺のところも金属でやってるんで、やっぱりカッチリ感っていうのはやっぱりすごく出る、はい、なんで、まあ、その辺のところの巻き心地だったりとか、はい、まあ、質感っていうのがやっぱりステラはありますよっていうのがあります、はい、一方でバンキッシュになりますと、はい、巻いた時のスカッと感があります。巻き始めスッと回りましてスッと止まります。なんで例えばもう何でしょうね、多分流れの感動分かるとか、まあ、巻いた分だけ巻いて止めた分だけ止まるっていうんですかね、ちょっともう表現が難しいんですけれど、すごく巻き出しが軽いローターになってますんで、そこの部分はまあステラにはない巻き心地というのがありますので、はい、あります。あとはもちろん自重の軽さというのはステラにはないので、はいはい、まあ、軽さというところはやっぱりバンキッシュが抑えていて、その巻き心地だとかスムーズ感とか高級感、カッチリ感というのはやっぱりステラが抑えている、そういったところの違いになるのかなとは思います。出だしの頃のバンキッシュだとどちらかというと淡水専用っていうイメージがあったんですけど、あのいろいろ来る前にスペックで見たらもうこっちも海水とかオールマイティになってるじゃないですか、はいはい、ここら辺で結構どこで選んだらいいのかなっていうのがより迷うようになってきたから、はい、あのかなりクロスオーバーしてる部分はあるのかなとは思うんですけど、はいはい、基本バンキッシュ全部海水使っていても大丈夫です、はいはい、やっぱりあの軽いというとちょっとこう弱々しいんじゃないかなってイメージ持たれるかなって出ると思うんですけど、はい、決してそんなことなくて、はい、やっぱりあのバンキッシュに関してもギア強度はツインパワー X3 と同等ぐらいです。なんで、まあ、ツインパワー X3 ってプロモーションでちょっとこう小型の GT 釣ったりはするんですけれど、はい、あれと同じぐらいの強度あります、ギア強度としましては。ですので、まあ、で自重でいうとまあ1000番ぐらいの自重のリールになってるんですけど、それで GT が釣れちゃうような釣れちゃうかもしれないリールというふうな位置づけされてますので、基本海水淡水両方使っていても全然問題ないです。そうですね、はい、ただ使い分けというところでもし迷われるとしたらロッドバランスは一つあるかなと思います。例えば、まあ、長い竿とか使われてちょっと重いものを使われたいという方いらっしゃいましたら、あえて重いものを選ぶという選択肢はあるんじゃないかなと思います。そうですね、今まで 300g ぐらいで合わせていた手元バランスがこれで一気に 220g とかになってくると、はいはい、ロット部の方ではもしかしてそういうところも含めてトータルの計画っていうのもあったりするんで、あ、まあ、もちろん、はい、それは合わせてって形なんですけど、まあ、ちょっとそれは今後の話になってくるところで、まだまだちょっと、はい、あの軽いリールはとりあえず完成したんですけど、そうですね、そういう形になってきますので、はい、なので、まあ、一つ参考値は、まあ、自重っていうところが必要かなとは思います。はい、これは NGL って言ってまして、はい、マグナムライトの略になります。これはあのビートでも MGL スプールっていうのがありますけど、はい、それとはもう全然違う。あ、はい、これはコンセプトは同じなんですけど、はい、こちらはローターになります。この部材になります、はい、要はベイトはスプールが回るんですけれど、はい、スピニングはローターがこういうふうに回ります、はい、回ってる部材が違うんですね、はい、でこの MGL ローターっていうのは
回るのがすごく軽い力で回りますよっていうのがコンセプトになります。なので、まあ、ベイトの MGL スプールはすごい軽い力で回るスプールなんですけど、ローターはすごい軽い力で回るローターですよっていう意味で、まあ、共通の MGL というのに言えず、まあ、同じコンセプト、同じブランドネームでちょっと違う部品に使ってますというのがスキニングの MGL という形になっています。技術的に MGL が積んであるスキニング、バンキッシュとあとストラディック CI4 という問題も、はいはい、ございます。あとはそれ の, あの派生機種というんですかね、はい、その専用調子モデルって例えばエクステンス CI4 だとか、はいはい、あのセフィア CI4 とかあの辺だったりとか、はい、あとはサステインだとかそれのモデルに、はいはい、でも、まあ、もちろんちょっと一部高いモデルにはなるんですけれど、はい、これから新規に今年出た技術特性みたいなのってあるんですか、はい、バンキッシュみたいな積んであるんですか。バンキッシュだけに積んでる特性というとやっぱり一番もうやっぱ軽さなんですね。このトータルの重さ、はい、そうなってます、はい。であとは基本はステラのフィーチャーを落とし込んでくる形になってくるんで、はい、そんなにまあこれ用に独自で開発したフィーチャーが何かあるかというと正直ないじゃないですか。特にステラにしかなかったあのロングムールが確かったんで、はい、そうなってます、はい。でもこれは今あのずっと広告っていうかインターネットで見てそれで今触った瞬間に一発ですね。もう持って分かるともうってなる。5000番でこの軽さになるんだっていうのが、はい、そうですね。そこにもうあの全力を突っ込んだ形になっておりまして、デザインがかなり以前のに比べてシックな感じに、前は結構金色のパーツとかふんだんに使われてたイメージなんですけど、はい、だいぶなんかデザインがシックな感じになって、シックにシャープにっていうものでちょっとこう押さえて、はい、まあえてちょっと金色を押さえてっていう形でやってます、はいはい。まあ、そこに関してはもちろんね好き好みはあるかなと思うんですけれど、はい、ちなみにバンキッシュは何月頃から店頭に並び出すんですか。基本3月からという、ね、3月ぐらいに。バンテはどこら辺のバンテが早いとかってあったりするんですか。同時という形にはなる、はい、なります、ね。日中に予約が重なってるのはちょっと手軽に絶対かもな、はい、場合によってはちょっとかもしれないですけれど、まあ、なるべく、はい、できるように頑張ります、はい。まあ、まとめというになりますと、はい、一言で言うとバンキッシュってのはやっぱ軽いリールです、はい。ただ軽いだけじゃなくて強くて、はい、まあ、あのよく飛ぶようなリールになってますので、はい、すごくおすすめのリールとなっております。よろしくお願いします。なんか巻き心地軽い。軽い。ああ、わかるやん。わかる。